皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時生放送です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれて本当に嬉しく思います。さて今週ですけれども、台湾の未来について中国共産党のシンクタンクであります社会科学院が分析をしていました。台湾は来年1月に総統選挙を迎えます。今国民党の馬英九政権ですけれども、この親中派の政権から来年1月の選挙で台湾人の政党であります民進党の蔡英文主席がおそらく勝つだろう、確実に勝つだろうという予測をいたしました。蔡英文さんは、独立派とも言われていますけれども、この蔡英文政権に対して中国共産党はどう対処するか。答えは、中国に経済的に今は大変依存している台湾であるので、この経済と貿易を使って絡め取るべきだという分析がなされています。このことは私たちに2つのことを教えてくれます。1つは、中国にいかなる形ででも経済的に依存しすぎるような経済を作ってはならないということ。もう1つは、台湾を経済で絡め取ろうという中国の思惑ですけれども、その中国の経済がうまくいっていないということです。中国の経済がなぜうまくいっていないか、いろんな要因がありますけれども、その中の最も大きな要因の一つが、基幹産業のほぼすべてを国有企業が持っているということですね。国有企業にぶら下がっている中国共産党の利益というものがあって、経済が停滞している。ですからこれを打破するには、まず政治改革をやらなきゃいけない、開かれた体制にならなきゃいけない。でもそうすると共産党の一党支配が崩れてしまいます。結果として習近平主席がしていることは、国有企業を民有化することなしに共産党のコントロールを強めて収益性を上げようとしていることなんです。でも考えてみましょう。専制政治の下で、一党支配の下で、国の介入を受ける企業がいかなる発展を遂げることができるのか。不可能ですね。ですから私は台湾の人たちに言いたいと思います。自信を持って、少しずつ中国に対する依存度を下げていくように努力してほしい。そして日本もその方向で台湾を応援していかなければならないと思います。ちょっと今日のニュース長くなりましたけれども、さて今日はですね、素晴らしいお客様をお迎えしています。独立総合研究所シンクタンクの青山茂春さんです。こんばんは。こんばんは。よくおいでくださいました。青山さん、この本、はい、素晴らしい本をお書きになって、これはもう昔を出された本が新書になったわけですね。僕らの祖国ということで、はい、この本私もちらっと読ませていただきましたが、ありがとうございます。本当にこう日本人として国をどう捉えていいかということが書かれてある。もう一冊、ごめんなさい、ありがとうございます、ご紹介させていただきたいんですが、これなんですね。死ぬ理由、生きる理由。これはその硫黄島などに行かれた、この船の上でいろんな方々とお話しした、それが本になったものなんですね。硫黄島って言ったら、やっぱり日本人にとっても本当に心に刻まなければいけないものですけども、はい、その体験をお書きになった。で、今日は沖縄問題を語りたいと思っているんですけれども、はい、その前にちょうど1週間前の今日、戦後70年の安倍総理の談話が出されました、はい。そのことについて青山さんも安倍総理といろんな意見交換もなさっているようですが、この談話についてどのようにまず評価されますか？そもそも70年談話を出すことには反対だということを総理にずっとお伝えしたんです、はい。70年という節目にこだわるのもおかしいですし、じゃあ80年90年でまた誰か総理が談話を出すんですかと。ただ安倍総理のご意思は非常に固かったんで、出されるんであれば、僕の勝手な意見としてはこう思いますということは終始申し上げまして、その一つはですね、天皇陛下の今までの言葉をご参考になさるべきだと、なぜかといえば陛下は一度も謝罪お詫びの類はなさっていらっしゃいませんので、
陛下のご意志としてそうですから、御心としてそうですからと申しましたら、これもう今はもう言っていいと思うんですけど、はい、総理の側の最初の反応はですね、いや陛下におかれては今年1月に満州事変から時を起こして戦争のお話をされて、それが去年4月1日の、集団的自衛権の容認の閣議決定のご批判に当たるんじゃないかということで、いろいろ攻撃されたりしてるんで、陛下のご発言を参考にしにくいって話があったんで、正直僕は大変、怒ったわけじゃないですけれども、おかしいと申しまして、それはあの総理というか総理の周りとも考えていただいた方が、いいんですけれども、まあ秘書官とか、あの秘書官とかではないです、補佐官とかでもないんです、大義士たちですか。いや違います、まあ、あの安倍総理を含めてと思っていただければいいです。で、陛下におかれては、近所陛下におかれては、実は鳩山政権の例えば時代の方が、例えば日本人が犠牲になった災難事件から解き起こされて、はい、ま、あの満州事変どころか上海事変とかの門番事件まで全部言及されて、はい、もっと長い話を先の大戦についてなさっているんですね、はい、したがってむしろ最近はそれを非常にコンパクトにされて、その抑制されていらっしゃるんで、全く話が逆で、でしかもその天皇陛下のご発言を政治利用しようとする勢力に負けること自体がおかしいんで、もう一度陛下のご発言をよく読んでいただいて、あの参考なさってくださいってことは実は申しました。でその上で、出さない選択肢があったっていう考えは僕は今も変わりませんけれども、それはまあいろんな方がね、私もその選択肢はあったと思いますね、はい、で出されたもの、はい、現にも出ました、おっしゃった通り1週間前に出たんですが、まあ、最高だと思いますね、出したものとしては最高だと思います、でそれは僕は政治記者の時に村山さんとあの随分実は深く付き合って、人柄は良い人です、村山富一さんと、考え方は180度、地球人と火星人ぐらい違いますけど、でも嘘を全くつかない政治家って、僕政治記者の時代に村山さんと、もう一人井出正一さんという厚生大臣しか見たことない、いらっしゃいましたね、その村山さん正直者だから顔に出ちゃってて、もう嫉妬の顔ですよ、これで俺の談話は消えていくと、それが村山さん の, あの最初の反応に表れていて、で何よりもあの談話で、素晴らしいからこそ今後実は時間が経てば経つほど、はい、中間だけじゃなくて西洋社会でも議論になるだろうところは、なんといっても私たちの子や孫だけじゃなくて、その次の世代にももはやいつまでも謝罪お詫びをすると、これあの、まあ、その言葉通りじゃないですけど、はい、宿命を背負わせてはならない、それをおっしゃったことっていうのは、これは素晴らしかった、本当に歴史を変える言葉だと思いますね、そしてね、あの、まあ、あのメディアがですね、その植民地支配とか、侵略とか反省とかお詫びとか、まあ、4つのキーワードとかいろんなところが、まあ、本当にちょっと愚かな感じでですね、愚劣そのものですね、やってましたね、キーワードなんてとんでもないです、そしてね、その、まあ、ここいろんな雑誌などにも書かれていますけれども、読売新聞あたりからものすごいプレッシャーが鍋常さんですよね、かかったということももうすでに報道されています。もしそれが事実だとしたらですよ、私は安倍総理はすごくこのプレッシャーを受けながら、4つのそのキーワードをどうしても言えというプレッシャーを受けながら、それを文字としてちゃんと書きながらも、うまくそれを自分の言葉ではない形にして、引用という形にして封じ込める形で引用して、これはものすごく巧みだったと思ったんです、はい、まずその鍋綱さんのことも含めて、今回の談話できるまでの経緯をめぐる報道というのは、新聞も週刊誌もテレビも嘘ばっかりです、嘘ですか、なるほど、はい、で鍋常さんがたくさん意見を申されたっていうのはむしろまあ当然というか、でそれをプレッシャーと表現するかどうかの問題であって、なるほど、まずあの皆さんも意外かもしれませんけれども、安倍さん本人が基本的に書かれました、実際に、安倍さんもちろんスピーチライターいらっしゃいます、はい、所信表明演説などはスピーチライターがまず書くんですが、今回は安倍さんが書きました、言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。
会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の収録動画をご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただき、月々に会費972円、または年会費1万800円をご負担いただきます。昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。桜会員になっていただき、年会費一口10万円以上をご負担していただきますと、正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし、イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。右編集長の花田和義です。この番組は、今私が一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞くという番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右ウィル場外論戦は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるのすぐ後の放送です。天聖人語がね、はい、名文だっていうのはね、はい、もう何十年も前に終わってんだよ、はい、もうしょうもない文章ばっかりなんですよ、はっきり言ってね、はい、あれが入試に使われたりね。だからそういう書き写しなんかをね、やるっていうのはね、おかしいですけどね。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談のゲストはウィール執筆人のほか、今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。